どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はドローを打とうと思ったら、いきなりボールが左に飛び出してしまって引っ張ってしまう。そしてドローにならなかったよ。こんなお悩みを持っている方にこの動画をお届けしていきたいと思います。ドローボールを使ってボールを遠くへ飛ばしたいんだけど、どうしてもそのボールがいきなり左に、これじゃあちょっと違うんじゃないかな。こんな風になってしまったらどういう対策をすればよいか、それをこの動画で最後まで見ていただくと解決できると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。私三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さん本当に感謝してます。皆さんに会えるのは本当楽しみなんですね。そして動画を見てくれてる皆さん、今回はドローボールになります。では早速いきたいと思います。ドライバーでボールを遠くへ飛ばそうと思うとドローボールを打ちたい。このチャンネルでもドローボールの打ち方を説明してたりしますが、クラブフェースをちょっと左に向けて、そしてしっかり打ち抜きましょう。そうすると緩やかに左に曲がっていくような球になっていきますよ。これでボールを遠くへ飛ばすことができるんですね。そこでこれを実践すると、よし左に曲げるぞ、なんか全然飛んでない。まあここまではいかないにしても、スタンスもちょっと右に向けて左に曲げようと思ったら、こういう感じでちょっと引っ張ってしまって、まあ、悪くはないんだけどちょっと左に引っ張ってるだけのような、ショットになってしまった。これでは遠くへ飛ばしているようなドローとは言い切れないな。こんな風に、ちょっと悩んだりする方多いんですね。そこで、ドローボールを打つためにはクラブヘッドが内側から入ってこないといけないんですね。この内側から入ってくるようにどうすればよいのかということを考えてほしいんです。その内側というのはクラブヘッドがこの辺から降りてくるようなイメージなんですね。で、この辺に降りてくるためには上半身が右に向いてないといけないんです。ですからドローボールを打つ際はどの方向にスタンスを取るか、これはコースがどうなっているか、そしてどこに向かって打ち抜いていくか、ほとんどの場合はフェアウェイの右サイドに向いて打ち抜いていくのが自然かなと思います。ですから、まあ、そちらにスタンスを向けたとして、そこからさらに回転しますので、かなり上半身は右に向くような感じになると思います。背中を打っていく方、さらには右の林の方に向けていくようなイメージでバックスイングする形になります。そこから切り返していきます。その時に上半身を右に向けたまま、この今ボールをかなり左側に見て、ボールの右側を見てます。そこからボールを打ち抜いていくような感覚になります。上半身を戻すという感覚はほぼゼロで大丈夫です。ですからこの状態から右側を見てます。そしてさらに肩を回転させ上半身を右に向け、そこから切り返していくような感じ。そうすると今ちょっと極端にやったわけですけど、少し極端なドローボールが今出ましたね。まあ、こんな風に構えて上半身を右に向け、そのまま打ち抜いてあげる。こういうイメージでショットを打ってあげると緩やかにドローするような、そして確実に右に打ち出して左に戻っていくようなボールを打つことができます。ですから背中を打っていく方に向け、そのままボールを打ち抜いてあげる。こんなイメージでドローボールを打っていくと、左に引っ張っただけではなく左に曲がっていくようなボールを打つことができますので、構えてどうしても外からですね、これをね、これではちょっとボールが上がっていきませんので、必ずボールを上げるためにも内側からクラブヘッドを落としてあげてドローボールですね、こんなイメージで打ってあげると確実に打てます。上半身の回転、そして上半身を右に向けたまま打つ、この感覚を持ってあげれば、少し、極端にやってあげればこんな風にギュイッと曲げることができます。まずちょっとわざとらしくやってあげるところからスタートするといいと思います。その後にちょっとずつバランスをとって、まずまずその緩やかな感じに仕上げていけばいいかなと思います。ちょっと極端かなっていう感じ、ちょっとチーピンと言ってもおかしくない、そんなボールのこの曲がり、それが出ても構いませんので、いきなり左に行かなければ大丈夫です。打った方に一旦飛び出してから曲がって戻ってくるようなボールになれば、この曲がり具合としては強烈な曲がりになっても大丈夫ですので、こんなイメージのドローボールぜひやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。ドローボール頑張って打ちましょうね。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。